M ネットのオーディション番組アイランドの清掃サービス会社の職員が新型コロナウイルスの感染確定を受け、番組セットが閉鎖された。15日に M ネットの関係者は情報サイトニュースワンに清掃サービス会社の職員の方が昨日、新型コロナウイルスの検査を行い、本日感染判定を受けたと明らかにした。関係者は15日に予定されていたアイランドの収録は取り消され、現場にいた出演陣とスタッフ全員撤収させ、セットの防疫を言った。アイランドの関係者たちは全員新型コロナウイルスの検査をしている状況だと述べた。そして現在、デビュー準備組のメンバーたちは新型コロナウイルスの検査を受け、マネージメント会社のケアの下で自己隔離中だと付け加えた。またアイランドのセットに訪問するときには問診票を作成し、発熱チェックをするなど、安全に万全を期しているにもかかわらず、感染者が発生し残念だとし今後の番組と収録の日程に対しては論議して改めて告知すると説明した。一方、アイランドは CJENM とバイウィットエンターテインメントが昨年3月に設立した合弁会社ビリーフラップによる最初のプロジェクトで、次世代 K-POP アーティストを誕生させていく過程を盛り込んだサバイバル番組。毎週金曜日午後11時から放送されている。レッドベルベットの妹フンが韓国で話題。ボア、少女時代の SM エンタが2014年レッドベルベットデビュー以降、6年ぶりにデビューさせるガールズグループ。韓国人、日本人、中国人の4人組。SM のガールズグループ担当で有名なミンヒジン取締役はバイウィットに移籍、BTS の妹フンを準備中であり、熾烈な競合。GOT7、2015年ミュージックビデオの盗作被害が韓国で話題。GOT7 のヒット曲 Just Right、2015年作のミュージックビデオとしても発表されていた。歌手リタが Hold Me Down のミュージックビデオを発表。あまりにもそっくりで、ファンが先に盗作被害を訴えている。